兵法二天一流の流祖は江戸時代初期の剣聖と言われた宮本武蔵、藤原の春信である。天正十二年播磨に生まれ、幼少の頃から剣に志し、諸国をめぐり生涯64度の試合に敗れたことがない達人である。30歳の頃、その過去を振り返り、己の求める剣の至極の何たるかを知り、50歳の頃、兵法二天一流を完成した。後年、武蔵は熊本藩細川忠俊に招かれ、熊本の地に己の流派を伝えた。武蔵はまた余儀ともいえる彫刻絵画の分野でもその極を極め、国宝数点を残している。中でもこの古木名劇図は代表作として有名である。熊本城の西、金峰山の麓にある霊岸堂。武蔵は晩年60歳の頃、ここにこもり有名な五輪の書を書き上げたと言われる。この五輪の書は孫子の兵法に匹敵するものと言われ、兵法の奥義を記したものであり、現代剣道のみならず人生百世の指針と言えよう。二天一流は八代宗家青木菊を久勝の時まで細川藩の地元熊本にあったが、九代の清永忠直正真の時から宇佐神宮のある大分県宇佐市に移った。現在は十代宗家の今井正幸信勝が宇佐神宮神域の道場で後継者の育成に当たっている。中段の構えは大きくザーッとこういうふうに構えていきます。そしてこの両腕の中にこの世の中の全てを包含する武蔵の至極の剣の、これが気持ちです。演奏の構えとも申します。まず皆さんが大きくそういうような気持ちで構えてください。はい。宗家の世襲制度を認めない二天一流では、この免許皆伝の巻物と武蔵が明日に夕べに鍛錬し、また晩年杖代わりにも愛用したという自作の木刀が歴代宗家に伝わる宗伝の印である。兵法二天一流にはこのように多くの製法があるが、ここでは立ち製法9本、小立ち製法7本、立ち相棒4本と二刀製法5本を紹介することにしよう。
では最初に一刀の技立ち正法12本の中から殺戦八層左受け流し左文字構え貼り付け流し打ち虎振り愛戦打ち止め余し打ちの9本の技を続けて見てみよう。最初に相手の面攻撃をかわし喉を刺す殺戦、演武に際して太刀の構えの心は無我であり型は立前の姿である。次は相手が面に来るのを右にかわし左袈裟に切る八層左、相手の面攻撃を左に流し相手の面または小手を切る受け流し左、技の部分をもう一度見てみよう。続いて文字構え、相手が左小手さらに左胴と来るのを打ち払い逆に相手の面または小手を切る。次は面に来る相手の太刀を頭上で貼り付け相手の喉を刺す貼り付けの技、
双方の攻撃を互いに受け流し、再び面に来る太刀をさらに左に受け流し、相手が引いて構えようとするところを面または小手を切る流し打ちの技。独特のトラブリの構えから相手の攻撃を外し袈裟に切るトラブリ、次の相戦打ち止めは双方面の相打ちとなり、相手が構え直そうとするところをすかさず面または小手を切る技である。太刀製法の最後は左小手に切ってくる太刀を左手を離して抜きながら右にかわし、近ければ面、遠ければ小手を切る技、余し打ち。小太刀の技には、殺戦、中断、受け流し、文字構え、貼り付け、流し打ち、相戦の7本があり、これを順次紹介しよう。小太刀の最初の技は殺戦。相手の面を右にかわし、下段から相手の喉を刺す技である。
面を切ってくる太刀を抜いて小手を切るのが中段の技。ではその演武を。次の受け流しは下段の構えから面に来る太刀を左に流し、絵を取り袈裟に切り、さらに刺す技。もう一度動きをゆっくりと見てみよう。面に来るのを払い、さらに胴に切ってくる太刀を抑え、右の利き腕を取って刺す技、文字構え。次の貼り付けは面に来る太刀を頭上で右に貼り付けて刺す技である。振りかぶって面に切ってくるのを左に流し、左袈裟に切り、さらに面に来るのを再び右に流して首を切って刺す流し打ち。小太刀の最後は愛線。面に切りつけてくるのを間の見切りによって左に払い、そのまま喉をつく技である。見切りとは敵の心理、空間、時間的な間を見極めてその外に己を置くことである。
宮本武蔵が門弟の塩田浜之助の棒術にいろいろと手を加えて完成したのが二天一流の棒術である。立ち合い棒十三本のうちこれら四本の技を紹介しよう。最初は重ねかけて面に来る太刀を右に払い、左に殺して面を打つ陰の引き棒。次は、ついてくる太刀をなやし、左巻きに巻いて右に払い、右胴を打つ巻き棒。続いて傘外し、棒を担いでいる時面胴と来るのを両手で受け止め、さらに切ってくる太刀を左右に叩いて面を打つ技である。立ち合い棒の最後は、ついてくる太刀を右下に払い、右すねを打つ上段棒である。五方の製法は実相円満二天一流の至極の剣である。
この中段は演奏の構え、対局をも包含した広大な心の構えである。まずはじっくりと五本の型を続けてみることにしよう。一本目表次第第一のこと。2本目は表次第第二のこと。3本目表次第第3のこと。4本目表次第第4のこと。最後は表次第第5のこと。では5つの型を1つずつ見ていくことにしよう。うちたちのこの構えは計策を持った立前の姿である。下太は中段に構え、相手の打ち崩しに来る太刀を外し、さらに面に来る腕を下から張る型である。
第二の構えの心は火の構え。相手の撃ってくる太刀を上段の構えから打ち押さえ、さらに面に来るのを十字に受けて切り落とすのが第二の型である。第三のことは下段の構え。その心は立前の姿である。相手の攻撃を下から張り、相手が太刀を打ち落とそうとするところを二の腕を切るのである。第四の構えは、事物のために太刀の自由が許されない時の構えで、心は構えあって構えなしである。五方の型の最後の右脇構えは、第四と同様に周りの状況から太刀が自由に使えない時の構えである。しかし決して構えに心がとらわれない無の心である。演武はスローモーションにしてある。